はい、こんにちは、バルーンアートマニア S です。今日はバイキンマンの全身を作りたいと思います。この前作ったのはね、ブレスレットですね。今回は全身作ります。でもね、ちょっと羽はね、なくしました。ご愛嬌ですね。じゃあ早速全身作りたいと思います。じゃまずね、体から作りますね。体の作り方ちょっと2種類あるんですけど、じゃまず簡単の方からいきたいと思いますね。260と260の紫、こちらを作ったら結びます。はい、そしたらちょっと揉んで丸を作りますね。全体的に小さく作ると可愛くなることが分かりましたね。大きく作っちゃうとマッチョなバイキンマンになっちゃうんでね、全体的に小さくいきましょうかね。指4本分ぐらい、で4本分作って、でここに入れて止まりますね。そしたら同じ大きさのを作って、小さいですから、ね、まあ、いいでしょう。作ったらこの中に押し込みます、ね、押し込むことによってここが取れなくなるんで遊んでも安全です。で同じ大きさのもう一個作って、これ持ったまま、同じ大きさのを作って、ここでねじる。この時にね、バランス見てあげて。違ったらもう一回やります。ちょっとね、ここ小さいんで。こんな感じですかね。大きい気がしますけど、まあいいでしょう。はい、じゃあここであとはハサミ、でここ一回ね、巻っといですね、ここに巻きつけてから結ぶとギリギリで結べます。ぴったり。はい。で端っこを切って、はい、できましたね、体が。これが1個目の簡単な作り方ですね。次にもう1個、前アンパンマンのところでやった割るやつやってみたいと思いますね。アンパンマン の作り方もね、こんな感じでね、やってくださいね。ちょっと昔教えたやつはなんかややこしかったんで、こっちの方が簡単でしたね。じゃあもう一個の方法いきたいと思います。はい、ではもう一個の体の作り方いきます。前にやったアンパンマンでやったやつですね、覚えてますかね。これを入れて割るやつですね。皆さんできましたかね、割るやつは。なかなか難しいですよね。これ100円ショップのね、買ったんで、ここで買ってくださいね。これを奥まで入れたら、これに黒にかぶせます。
くさいかもしれないですね。これいっぱい入れて、こっち引っ張って、いっぱい入れて引っ張って入れて引っ張る、入れて引っ張る、入れて引っ張る、なかなか面倒ですけどね。はい、こんな感じですね。慣れるとね、スムーズにいきますね。はい、ここまで軽く空気を入れます。紫も入れて、黒も両方入れますね。空気が通るようにしてから、ちょっとね、中のね、紫が割れちゃったんでね、ちょっともう一回いきます。はい、もう一回作り直しました、ね、今度こそうまくいくといいですね。紫に入れて、ちゃんと入れてね、その上に黒をかぶせて、黒をかぶせるときにちゃんとね、紫が空気をね、紫の空気の入り口を塞ぐとまずいですね。ちょっと引っ張ったり、これで大丈夫ですね。優しく、ちょっとね、空気抜いて柔らかく、で、ここを塗ります。今回ここに入れっぱですね、今回はこの入れっぱでもできるんでね。じゃあここから丸ですね。丸同じ大きさでいいと思います。こっち入れて、で、体ですね。で、ここでねじって、一回これ適当に中通して、で、ここで結びます。はい、できましたね。串が出てきますね。はい、ここまで行きましたね。そしたらこことここをこういう風に立てた、こことここ割るんですけど、今回はこちらヤスリですね。紙ヤスリでも鉄ヤスリでもいいんですけど、
目の細かいやつ、これでこすって割っていくのとかね、優しくですね。できました今回は。はい、できました。これでできたら次は頭ですね。これ作っていきます。黒、この前とは違って少し長く入れます。これ長く入れて、さらにこれを奥まで入れてきて、いっぱいこれ余らせるんですよ。いっぱい余らせて、はい、こんなに余ってますね。で白260を膨らませて、あとはこの前と一緒ですね。指を5本分ぐらいで、こっちも5本分でやって、邪魔なんで切って、でこっちも黒いっぱい余らせたいんで、いっぱいこれ余らせてね、こっちはまたあの触覚、角で使うんでね。このまま角を作りましょう。足りなかったらね、別のバルーン使ってくださいね。はい、角ですね。はい、これですね、できましたね。そしたらこの邪魔な白を切って、で次紫、ここ買ったやつ、バランスガイドはここかここか、どっちかいいところを見つけて、どっちもどっちですね。丸は3つですね。真ん中がちょっと大きいぐらい、こうして、ここの黒で
結び合わせましょうか。あとはこれとこれ合体させるだけですね。合体させる前にこれをね、ここ結びましょうか。ここに絡めます。優しくね、絡めてくださいね。これをもう一個作るから、さっきの余りありますよね。余りを、体で作っただけの余りをね、膨らまして、はい、2個できましたね。そしたらここに挟む。挟むか、ここに結ぶか。この前結びましたよね。でも今回挟むだけにしましょうかね。あとはシール貼ったりするだけですね。ちなみにこれブレスレットを作っておいて、ここをねハサミでちょん切って、もったいないですけど、ハサミちょん切ってここ結んで作るのもいいですね。ここにつけるのもありですね。これもいい。じゃああとはねシール貼っていきます。はい、ちょっとね1個ね言い忘れてました。ここ最後紫のシールを貼っておいてください。別に貼らなくてもいいんですけど、貼りたい人は貼ってくださいね。シールがない人はこの白いシールに紫色のペンで絵を描いて色を塗ってから、これをここに貼ってください。はい、絵が描き終わりました。今回はこんな感じです。はい、怒ってますね。やっぱり怒った顔もいいし、笑顔も可愛いですね。好きなね顔を描いてくださいね。どれでも全部いいですね。今回ここの黒いっぱい残して合体させましたけど、黒残しすぎると両方ここがなくなっちゃいますよね。という場合は黒1個と紫の1個を合体させるのもいいですね。どっちでもいいですね。じゃあ皆さんも可愛いバイキンマンをね作ってみてくださいね。可愛いですね。アンパンマンもねぜひ作ってみてくださいね。両方作ってアンパンマンごっこしてみてください。アンパンマン系ねもうちょいね作っていきたいと思うんでね、楽しみにしていってください。ではまた見てください。はい、さようなら。